客さんが来れるように整備をしておりますし、また、まあ、一つと大きな問題はですね、この通路がですね、まあ、バリアフリーと関係して、そしてスロープがあるわけですけども、まあ、この総合通路がちょっと狭いんじゃないかという地元の方々のご心配がありまして、これも JR 東日本さんともいろいろとですね、交渉させていただいているところであります。